2010年代でも、モデルなどは、白人や、白人系ハーフの起用が見られる白人モデルが、大多数を占める東京ファッションウィークの、霊白人コンプレックスとは、有色人種が、白色人種に対して抱く、審美感であり、欧米白人の容姿やライフスタイル等に対する、同型や崇拝と、自人種や、自身の容姿に対する劣等感を指して呼ぶ言葉である。なおこれは、 欧米の白人が自身で持つ思想である白人史上主義とは異なる。明治時代以前の昔の日本では絵巻物や多くの美人画や浮世絵で描かれているように切れ長の涼しい目が美人顔として好まれていたが西洋文化移入後は徐々に変化し第二次世界大戦後のメディアで白人モデルが起用されるようになり2010年代でも芸能界の一部や ファッションモデル業界における白人や白人系ハーフを起用する傾向は浸透している。一方で白人でない外国人の広告への起用は稀である。この広告の実態はしばしば白人コンプレックスの現れであると評される。日本のかつての少女漫画には黄色の髪で白人的な外見をした女主人公がよく見られ、ファッション雑誌のモデルにも 白人や白人とのハーフが多く見られる。岡田敏夫は漫画のキャラクターについては白人コンプレックスからそうなるのではなく、日本人は日本人の黄色人種の顔の配列の中で主役らしい顔を描いているだけで、それが結果的に欧米人からは白人の容姿に見えているだけと分析する。ありがとうございます。